日本人オペアとアメリカの子供たちオペアは外国にホームステイして現地の子供の保育や家事をする見返りに滞在先の家族から報酬をもらって生活する留学制度のことである。オペア、マザーズヘルプとも言われる。滞在先の家族は人を雇う金銭的余裕が必要なのでオペア受け入れの制度は先進国で浸透しているケースが多い。アメリカのオペア留学プログラムは 国務省が管轄しており、世界40カ国以上のオペアが参加している。他国に比べプログラムの制度がしっかりと確立されているのが特徴の一つである。プログラムに参加するには、米国政府認定のエージェントに登録する必要があり、そのエージェントが J-1 ビザをスポンサーしている。滞在は最短1年間、最長2年間となり、2年目は6、9。 12ヶ月と選択することが可能である。国によって基本条件は異なる。基本的にはその国のビザの規定に依存する。ワーキングホリデービザを利用しオペアをすることが多いが、学生ビザでの就労が認められていれば学生ビザでもオペアをすることが可能。また、ヨーロッパではオペア制度が盛んであるため、専用のオペアビザが取得可能な場合も多い。保険や その他の細かい規定は取得したビザに依存する。採用手は日本で初めてオペアを米国に派遣したイントラクスというアメリカ国無償認定の教育機関である。その他のエージェンシー。ありがとうございます。